はいどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます違うか、アナロギアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、メンバー紹介します。バイオリンの竹弘成。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ギター網谷健三郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お世話になっております。お世話になっております。ウェブキャストライブボリューム3ですよ。もう3ね、おかげさまで3でございます。第3弾でございます。はい、相変わらずの3カメでお届けしております。はい、1カメ、2カメ、3カメさんどうも。はい。今日2カメにケンズボロも映ってる。あ、本当だ。でも結構映ってるよ俺多分。2カメ。毎回ちょこっとずつ画角が違うのは工夫じゃなくて偶然でございます。そうですね。これちゃんと映ってるのかな。映ってるよな。はい。オッケー。ということで、今日はですね、雨宮健三郎セレクションということでですね、僭越ながら私が曲を選ばさせてもらいました。はい。健三郎君の好きな曲を選んでお届けすると、そういう企画でございます。ですね。はい。はい。1曲目は何ですか、これは。これは自己彫刻っていう曲ですね。本当に初期の頃の曲ですよね。これ2番目にできた曲でしょ、これ。お、よく覚えてるじゃないですか。素晴らしい。ね。いや、これすごいもう大好きだ。で、もうライブだったら必ずやろうって俺が言ってた曲なんですけど。最近ちょっとね、いろいろ曲も増えたりとかね、やりたいことも増えてきたから、はい、やってなかったんですけどね。そうですね。あんまり演奏機会は最近はないですね。ないですよね。これ CD には入ってないですね。ファーストには入ってるんだよね。そうなんです。ファーストには入ってるけど、そうセカンドもね入れようかって話をしてたんだけど、なんかあれを入れようこれを入れようってしたら結局入らなかった曲。結局入れなかったね。ですね。そうだね。なんか昔からいろんな現場で聞かせていただくときにですね、一応ですよ、一応健三郎君に今日何やるって聞くんですけどね、一応ね聞くんですけど、まあほぼ間違いなくこれをね上げてくれるんですよ、彼はね。もう彼見たでしょ、辛いんですよねこの曲ね、途中でね。もうちょっと神妙な顔して弾いた方がいいかなと思ったんだけど、なんかもう途中からやばいいかんって思っちゃうんですけどどんなところが好きなんですか。いやー、まあ最初ね、静かにというかさ、厳かに始まるんだけど、もう最後らへん爆発するじゃないですか。ちょっと前のね僕なんかはその爆発が好きなんですよね。ガーってやる感じが好きだったんで、似合うよ爆発してる感じは。そう最近はちょっとこう曲演奏に対してももう少しこうクールな面とかね、考える面が多くなってきたから、そこに意識を持ってきてるんですけど、やっぱそれをこう解き放てるんですよね、最後らへんが特に。そういうところが好きだと。好きですね。まあその曲自体のね、名前のね自己彫刻ってことは俺ニーチェ好きだからニーチェの言葉なんですけどね。自分を超えていける。そうあれでしたよね。人間は超人であるというね。まあ気になる方は自己彫刻で調べてみてください。出ると思いますね。はい。まあ1曲目は自己彫刻という曲でした。では続きましてもう2曲目いっていいんですか。はい、どうぞどうぞ。はい。続きまして2曲目なんですけれども、これは先ほどとは打って変わって静かな曲になるんですけれども、まあ途中でね静かではなくなるんですが、夜半ばの嵐と書いて夜の嵐という曲を。すみませんね、お届けしたいと思います。夜の嵐はあれですね、音階がねちょっと特殊で、夜な抜きの陰音和のね旋律を使って作ってる曲なんですけど、よく覚えてますねそういうのねいやだって言ってるもん、だって言ってることは覚えるよ。多少大事なことは覚えないけどねごめんなさいねいつも本当にどういうこと、肝心なところで大切なことを忘れちゃうタイプなんでね僕ね。夜の嵐という曲です。はい、夜の嵐です。この曲もすごい好きですね。まあなんかこの辺はよく練習した曲ですね。いや特に練習しましたね。まあ難しかった。難しいです。その時この辺は難しい曲です。今でも難しいですけどね。はい。そう。まあそういった部分もねちょっと演奏から感じてもらえればいいかなと思います。それでここでぶち込んでいっちゃうんですけども、前回まで僕は動画で誰得かわからないですけど、右下の方に僕の踏んでいるエフェクターの種類がパーッとこうテロップで出てきてたんですけど、あれ意外と好評でしたよ。そうっすか。僕の周りね、そうなんですけど、いいですよね。そうですか、分かりやすいです、ね、じゃあ続けようかな。いやそれはまあ編集者次第ですけどで、ね、今日もディレイとリバーブがかかってるんですけど、はい、まあそうとしたなんか特殊なエフェクトは今日はねないんですけど、代わりに今日はちょっと、はい、黒沢楽器の営業のために紹介したいと思うんですけど、はい、また講座が始まりますよ皆さんですね。こちら普通の僕の使ってるバイオリン、いつもねこれ使ってるんですけど、はい、ね、普通のバイオリンって、はい、弦が4本なんですよね。ちょっと音で出すと、はい、こう下から順番にソレラミというふうになってます、はい、これが普通のバイオリンなんですけど、はい、実はまあよく見るとこれね、はい、見えるかわかんないんですけど、はい、5本弦が張ってあるんですよ。1本多くて、まあ、ペグもね5個あってね、太い弦がね5本弦が張ってありまして、はい、どういうことかっていうと、普通のこのバイオリンのソレラミにプラスして下の方に1本 C という弦が低いのがプラスされてるんですね。どの音ですね、はい、どの音、まあ、言い方を変えると、まあ、バイオリンに1本弦を増やしたというのと、あと、はい、ビオラって知ってますか？ビオラもちろんバイオリンがちょっと大きくなった弦楽四重奏とかで使われてるんですね。チェロとバイオリンの間のビオラという楽器がありますけど、そのビオラにはこの C の弦があるんですね。その代わりにビオラにはこの一番上の高い弦がないんです。ソがないってことですね。ミがないです。ミがないのか。ミがない。あ、そうか、それらミだもんね。はい、その代わりにビオラには C のドの音があるんですけど、はい、まあそれを両方くっつけちゃおうということで、これは5弦バイオリンという、ね、楽器です。ハイブリッドみたいな感じですか？そうなんです、ハイブリッドです。なるほど、ね、ハイブリッドです。まあ見た目全然普通のバイオリンと変わらないんですけど、裏見るとケーブルつながってたりね。まあそうですね、これはセミアコですからね。そうですね、エレアコのバイオリンになります。あ、そうか、セミアコじゃねえ、エレアコだ。はい、でこういう楽器もね、エレキバイオリンとして、普通のバイオリンだとねちょっと C の弦は、ね、うまく響かないんですけど、エレキになったら、ピックアップで拾うので、成り立つと。じゃあこれを例えば生で弾いたら少し音がやっぱり、はい、ちょっとねやっぱビオラの C の音にはちょっと劣るかな、勝てないというか、そうね、まあそれなりの音はするんだけど、やっぱり C の音をしっかり響かせる本体の大きさが足りない、ね、あくまでもバイオリンで弾いた C の音になる。そう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 、バイオリンの C の音がしますね。でね、バイオリン専用の C の弦があるんですよ。まあこんなのもありますので、興味のある方は新宿のエレキバイオリンショップで見ていただければと、ぜひ皆さん思います。いろいろ落ち着いたら行ってくださいね。通販でもやってますんでね。あ、通販もやってる。通販もやってますって皆さん。通販やってますってよ。やってますよ。これは買いですよ皆さん。でね、そうそうそう。で5弦バイオリンなんですけども、次の曲弱の嵐はその5弦目を使って演奏するところから始まる楽器なので、まあこんな音するんだなと思いながら聴いてもらえればなと思います。はい、はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、では聴いてください。弱の嵐、はい。はい、ありがとうございます。ヨアの嵐でした。はい、ありがとうございました。はい、いや難しいですね。いい曲だけど。いい曲ですか？いい曲ですよ。ありがとう。いい曲じゃなきゃやりたいって言わねえし。ありがとう。うん。てか、うん、まあこんなこといちいち言うことじゃないんですけど、彼の作った曲全部いい曲ですからね。ありがとう。そうだよ。何にも出ねえぞ。分かってるよ。分かんない。なんか出るかもしれない。もっと難しい曲とかが出てくるから。あ、それ嬉しいね。嬉しいよ。どん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 。俺自分からさ、もちろんやるんだけど、はいはいはい。こうなんかほら、ヒロ君がそういう曲を作ってきてやるから成長してきた部分はやっぱりあるし、それが練習になってね。練習ね。そうそう。まあ最近はね自分でもこう音符書こうとしたりとかさ。なんか頑張ってますね。そうそうやってますけどね。いい加減ね自分でどんどんやらなきゃとは思うんですけど。意外とあれでしょ。はい。書こうと思うと。はい、あれこれでいいのかなっていうことがたくさんあるよって。そう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 、それでねツイッターに上げたんですよ僕。どうだって言ったらね、もう小学生でもやらないレベルだった後々考えたらそれの繰り返しですからね、勉強なんていうのはね。でもね、まあね、分かんないですよ。なんかおたまじゃくしゃってさ、棒は左に伸びるのか右に伸びるのかとか地味なところでね分かんないところがある。見てるとそう、高いところ行くと下に伸びてるんですよ棒って。そうで、下の部分では上に行くじゃないですか。これでやっぱオクターブの関係ってことですか？あれはね、五線譜のど真ん中のシの音を基準にして、あ、なるほど。そこから下は上に伸びる。シから上は下に伸びる。下に伸びる。そう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 。それいいこと聞いた。ごめん、ありがとう。まあでも、その辺はフレキシブルに。そう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 。いくんですけど、まあそう迷うじゃん。それ地味なとこでんってなるよね。なるね。そうそう、書くっていうのもね、意外とね、知識が必要だったりもするんですよ。うん、確かに。でも楽しいですね。あ、本当ですか？楽しいですね。自分で奏でた音を音符にするって、それが残るって楽しいですよ。だから続けていこうかなと思いますけれどもね。すみませんね。俺の音楽話になってしまった。いやいや、いいんじゃないですか。うん、そうそうそう。ね。で、皆さんなんか作曲って聞くと結構なんか魔法使いの書評みたいな風に見られることもあるし、僕も昔は見てたんですけど、そうですね、意外とね、まあ誰でもできるとは言えないけど、やり始めればできるもんですよ。そうですね、やろうと思ったらできるんだなっていう、なんか希望が起きましたね。希望が起きました。そうですか。なんていうんだろう、うまく言えない、そういうの。いえ、よかったです。いえいえいえ、はい、まあ今年はね、まあ話戻しますけど、お花見も皆さん満足にできなかったと思いますので、そうですね。まあヨアの嵐、これ桜の曲なんですけど、あ、そうですよね。ストーリーがね、ね、桜が咲いてて、そこを通りかかった人がいると、でも満開の桜なわけですよ。綺麗だなと。でもその人はね、なんかきっと用事があったんでしょうね、その時は綺麗だなと思いつつも、明日見ればいいやって言って通り過ぎちゃうんですよ、でもそしたらその日の夜にものすごい嵐が吹いて、それを夜の嵐って言うんですけど、夜半ばの嵐、ものすごい嵐が吹いて全部花びらが吹き飛んじゃうんですね。で、次の日見てみたらもう桜もなかったと、ね、人はこう焦って生きてはいけないとは言いますけれども、まあその時にしかない美しさをちゃんと受け止めておくことも大事というね、日本の美しい言葉なんですね。それをちょっと題材にして作らせていただきました。確かに曲のなんかあれがありますよね、流れがね。最初がそのなんか綺麗に桜が咲いて、で途中の激しい部分がその嵐ってことですね。で一番最後に可愛く、僕は可愛いって言ってるんですけど、てん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 ってやつね、桜が最後の一枚でね、そう切っちゃうと、ああみたいな。それ好きなんですけど、まあ今年は満足にお花見もできなかったと思いますので、まあヨアの嵐なんかお届けしてみましたけれども、CD に入ってないので、1枚目のアルバムはなくなっちゃったので、今日演奏した2曲はないので、気になった方巻き戻ししてみてみてください。アーカイブにも残りますからね。はい、じゃああれですね、またウェブキャストライブで3曲でお届けするんですけれども、今日はちょっと拡大版で最後の1曲が、健三郎君がちょっとでかい曲をセレクションしていたどうしてもやりたい、何でしょうか。プロミスっていうね、組曲ですね。まあもう昔からっていうかね、僕たちのことをよく知ってる方はもうおなじみなんですけれども、最近知った方とかね、今初めて見たっていう方は馴染みがないと思うんですが、僕たちが一番最初にワンマンライブやった時に完成させた組曲なんですけれども、6曲編成になっております、それぞれにねストーリーがあったりとか強いメッセージみたいなものもあって、まあ、曲調も違うんですよね。音階が違うんだよね確かね。そうですね、使っているスケールがそうですそうです。さっきの「弱な嵐」は日本の音階柳抜き音階使ったんですけど、今度は古いヨーロッパの方の音階を、まあ皆さんが知っているドレミファソラシドっていうのは本当に一部で、世界各国にはインドとかアラブとか地中海地方の方はオリエンタなんていうのもあったり、地中海なんですねオリエンタルって。まあオリエンタル地方を中心にって感じですね。なるほど。まあね、そういうのもあったりとかするんですけれども、まあそういういろんな音階の中で、ヨーロッパのキリスト教の時代のですね、さまざまな音階が、まあ知ってる人は知ってるんですけれども、あんまりそればっかり使って作った曲っていうのはあんまりなくて、教会旋法っていうんです。そうです、教会旋法でよく知ってるじゃないですか。チャーチモードって言うんですよ。チャーチ、あ、それは知らなかったけど、チャーチモードね。そう、それは言ってたずっと教会音楽。教会戦法ってやつがあって、いろんな教会のルールで作られている音階を使って作った曲で、ちょっと異国情緒が漂う感じで、皆さんきっと外に出られないと思いますんで、そうですね、音を聞いてぜひちょっと旅立ってみてください。ああ、それいいですね。ぜひぜひ時々目を閉じたりなんかしてもらってイメージしてもらえるといいなと思います。いいですね。じゃあ長いんで、そうですね、長い旅に皆さんもいざないます。僕らも相当久しぶりなもんで、本当久しぶりですよね。全部やるの多分久しぶりじゃないですかね。全部は相当久しぶりですよ。要所要所ではやりましたけど、じゃあ聴いていただきましょうか。じゃあ組曲の「プロミス」です。はい、お聴きください。はい、ありがとうございました。プロミスでした。皆さんいかがだったでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、プロミスでした。すごい。すごいね。いいな、やっぱ感動するな。うん。いや、この体力の使い方はすごいよね、これね。斬新だよね。はい。ね、いや、思い入れあるんですよ、この曲、本当ね。うん。いろんなことを思い出すね。そう、いろんなことを思い出す。すべてのね、努力はこれを引き切るためにあったようなものですね。そうですよね。最初引き切れなかったもんね、だって。うん、まあね、そう不思議な難しさがありますからね。そうそうそう。なんかやっててさ、特にあの4楽章、うん、忘れられた教会という曲なんですが、あの激しくなる前の曲ね、はいはい、アルペジオのあれなんて俺できなかったんだから最初。あ、そうなんだ。このアルペジオできなかったんですよ最初。すごい苦手で、そうそう。今なんて普通にできちゃうからね。そんなね、はい、まあ。相当初期の頃からやっている感じの曲ですが、はい、もうちょっと話していいですか。どうぞ。もともとはね、はいはい、すみません入っちゃって、約束の場所っていう曲がね、はい、3番目の曲です。あ、はいはい、穏やかな曲、はい、あれが一番最初にできたんですよ、うん、できて、で5楽章目の激しいやつができて、それをずっとペアでやってたんですけど、じゃあこれをプロミスっていう物語にしようってちゃんとストーリーもあって考えて、だんだん作ってってやってできたのがこれなんですけど。そうだった気がする。だよね、うん、だからあれだよね、確か候補があったじゃん、4楽章のいろいろ候補があったんで、確か候補がある中のこれがいいって言ってこれになったんで、確かそうでしたっけ。そうですよ、僕覚えてるんですよねその辺のこと覚えてるんですけど、相当昔の話だね。そうそう、まだワンマンやる前だから、アナロギアになってない時期だよ。そうかそうかそうか。アナロギアになる前にもうこれすごいボリュームじゃないですか。1日これ5、6回とか、下手したら7回とか練習してましたね、通して。そうだね、やってたね。思い出すもうね、ようやってたわ、ねうん、6曲って最初健三郎君紹介したんで、6回区切りが5回ぐらい区切りがあるのかなと思ったと思いますけど、はい、これですね、自動的に次の曲につながってる箇所があったり、ああそうですね、途中で MC を入れなかったりするんで、うん、どこを区切るか分かんなかったかもしれませんので、はい、気になる方は巻き戻ししていただいてですね、はい、そうですね、はい、一応6曲すべてにタイトルがついていたような気がする。そうですね、確か時の鼓動、ネザワールドジグ、約束の場所、忘れられた教会、プロミスだった、はい、これプロミスでモノローグだったかな。モノローグだっけ、うん、確かそんな名前だったっけ。あの場所へとかじゃなかったっけ。違う、どっから来たのそれ。違う、それね俺がこう出したんだよ確か、あの場所へみたいな違うな。あ、そうか、モノローグだ。そう、確かそんな感じだった。合格だった気がします。思い出した。そうだったね。そんな、そうファーストアルバム持ってる人は多分方はね、そう裏に書いてあると思うんですけど、はいね、いつか再録もしようかなとは思いますけど、これ、いや、いろんな感情が出てきちゃった。やってて、うん、言葉ちょっとギリだったけど、演奏もギリだったけどね、難しいっすよ。むずいっすね、今やっても。まあもっともっとブラッシュアップして、またじゃあ皆さんに生でお聞かせできるように頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあそんな感じで今日は梅宮健三郎セレクションでお届けをいたしました。いかがだったでしょうか。次回はじゃあ野武セレクションにしようかなとも思います。や野武弘成セレクション何が来るんだろう。30分間ずっとニューフェイスみたいな。やだなそれやって見たいと思う30分アドリブよ俺らはいいよ、俺らはね、真面目に考えます。僕らもね真面目に考えます。いや、それはそれ楽しいと思いますけどね、全然ね、はい、まあオリジナル曲を僕たちはある限り放出していきますので、はい、放出しきったらまた録音し直すみたいな感じを繰り返そうですね、はい、思いますけれども、引き続きお付き合いいただければと思います。お願いします。はい、じゃあもう一回紹介しますね。ギター梅宮健三郎でした。ありがとうございます。はい、バイオリンの野武弘成です。はい、どうもありがとうございます。はい、2人でアナロギアです。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ概要欄の方から、投げ銭できるようになってますので、引き続きぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、CD もそちらからオデュセイヤ、今日の曲は1曲も入ってないんですけれども、はい、オデュセイヤという最新のアルバム販売しておりますので、そちらからご購入いただければと思います。お願いします。はい、では皆さんくれぐれも気をつけて、お過ごしください。はい、じゃあまたお会いしましょう。はい、じゃあね、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。よろしく。バイバイ。バイバイ。